坂本城は大見国志賀郡坂本にあった日本の城である。明智光秀の居城として築かれ、琵琶湖に面する平城。坂本城は琵琶湖の南湖西側にあり、大津市の北港に位置する。西側には比叡山の山脈があり、東側は琵琶湖に面していることから天然の要害を備えた地であった。比叡山は大見国と山城国にまたがっており、 白鳥戸と山中道の二つの道は両国を結ぶ道路が通じており、中世、近世において頻繁に利用され、比叡山の物資輸送のために港町として坂本は交通の要所として繁栄していた。現在城郭の大半は宅地化され、推定地の中央には国道161号が貫通している。百七十一年、比英山焼打ちの後、光秀に、 大見国志賀軍が与えられ、織田信長の命によって慶ー比叡さんの抑えとして、築城した。宣教師、ルイス・フロイスの著書、日本史では、安土城に次ぐ、天下、第二の城と評されるほどのものであった。明智光秀像、坂本城市公園に立つ元気二年九月比叡山焼打ちの、あと、宇佐山城の城主であった光秀に対して信長は、 滋賀軍の支配を明治坂本城を築城させた。比叡山延暦寺の監視とびは湖の正解権の獲得が目的であったと思われる。明智坂本に城を構え、山漁を地行す、山上の木にまで切り取りとある。山漁というのは延暦寺のことで、比叡山焼き打ち後、1571年中に築城が開始されたと思われている。また、 元気3年12月24日の吉田金美の記述によると、明智見回りのため、坂本に下校、杉原十条、包丁等一、持参、量、町中天守作事以下ことごとく危険なり、驚き目量とされていることから、坂本城には天守があり、作事が行われ、翌12月頃には天守がかなり進捗していたと考えられる。 半分ながら、天守の壮大さに驚いている様子がうかがい知れる。また、坂本城は、イエズス会宣教師のルイス・フロイスの日本史にも、明智は、都から40グアほど離れ、冷え山に近く、大見国の25レーグアもあるかの大古のほとりにある、坂本と呼ばれる地に、邸宅と城塞を築いたが、それは、日本人にとって、豪壮華麗なもので、信長が、安土山に建てたものに次 この、明智の城ほど有名なものは天下にないほどであった。と記されている。この記述は、ルイス・フロイスの感想ではあるが、名城・安土城と並び称される建物として意識、されていた。フロイスの日本史、庭長秀像、東京大学資料編参書所蔵その後、三秀は、坂本城を拠点に、大見国の平定を目指した。 1572年から1573年にかけて、木戸城、田中城を落城させ、また湖面より囲い船にて、湖北の浅井勢に襲撃し打撃を与えた。その後、石山城、今片田城も工場し込み並みはほぼ手中に収めた。その後坂本城は、大見国における反の部長に対する重要な軍事施設として使用された。黒井城の戦いでほぼ、 丹波国を市中に収めると、1580年、亀山城の城主となったが、坂本城もそのまま城主となっていたようである。天正10年6月2日、光秀は、中国攻めには向かわず本能寺の信長軍を吸収し、信長を自害させ、ついでに城城を向上し、信長の着難、信忠を自害させた。だが、同年6月13日、 山崎の戦いで敗れた光秀は、一旦昇流寺城に退き、その後坂本城を目指している途中、山城国の小栗リ周辺で百姓らに襲われ死去したと言われている。一方、安土城の城主となっていた明智秀光は、山崎の戦いでの敗戦を13日の夜に知り、14日未明、安土城から坂本城に移ってきたが、 橋場秀吉法方の堀秀政が城を囲む中、6月14日の夜、秀光は、光秀の妻子を刺し殺し、自分の妻も刺殺し、自分は腹を切り、炎症に火を放って自害したとされる。その後、秀吉に命じられた、庭長秀が城を再建し城主となった。その後、静ヶ岳の戦いの軍事上の基地として使用され、後に、杉原絵継ぐ。 そして浅野長政が城主となった。この時に城下町が形成されたと思われている。1586年、秀吉の命を受けた長政が大津城を築城して居城を移したことにより、廃城になり、資材は大津城追記に使用された。坂本城は歴史上重要な役割を果たしていたが、長らく城の位置や構造については不明となっていた。 しかし1979年に実施された発掘調査によって一定の構造が明確になってきた。連結式天守の例、天守と小天守坂本城、本丸後の石標坂本城の推定上各部分、国土交通省国土画像情報をもとに作成、天正6年1月11日に光秀の茶の師匠であった、堺井の津田総久が坂本城に招かれ茶会が開かれている。 この時の様子は、餃子船を城の内より乗り揃うて、安土江さんと記載されている。城内には、琵琶湖の水が引き入れており、木内から直接船に乗り込み、そのまま安土城に向かったようである。したがって、城郭の建物が、湖水に接した、水木形式の城であったと思われている。また、吉高根美が、天正十年1月20日に、坂本城に訪れた時に、 小天守で茶の湯を喫している。大天守、小天守で構成される高層の天守を中心にしろと、内堀で囲まれた主角があり、その西側に中堀で囲まれた車、さらにそれを取り巻くように外堀で囲まれた車があったと考えられる。1979年まで坂本城は一度も発掘調査されなかったため、坂本城の移行に関してはほとんど注目されなかった。 しかし、坂本城跡の中心部で大規模な宅地開発が計画されたので、これに伴う調査を実施したことがきっかけとなり、現在に至り断続的に発掘調査が行われ、城の縄張りなどが少しずつ明らかになってきている。1979年に行われた発掘調査では、10センチメートルから30センチメートルの小土層が発見された。これは秀光が 天守に火を放ち、光秀のでのもろとも落城した時のものと考えられている。その小土層の上に聖地した層があり、この遺構は、庭長秀時代のものと考えられている。小土層下部分、小土層上部分が発見されている。本丸部分で発掘された遺構は、祖先の規模や配列から推察して、邸宅遺構の可能性が強く、上手が使用されていた可能性が高いと、 考えられている。またこの周辺からは、大量の瓦、壺、亀、腕、パチすり鉢、天目茶碗のほか中国から輸入されたと思われる青磁、青白磁、白磁などの遺物が発掘された。このことより税を尽くした木打ちの様子がうかがえる。また金属製品としては、戦火、鏡、刀装具、病棟が出土した。これらの出土物は、 室町時代後期から安土桃山時代の元判断された。坂本城は後に築かれた大津城、ゼゼ城も琵琶湖に面して、本丸がその先端部に位置していることなど、類似点が多い縄張りとなっており、坂本城が先行した城ではないかと考えられている。坂本城を後から見た、琵琶湖坂本城の石垣最強寺の総門。 坂本城の一区門と言われている坂本城の石碑、二の丸跡にある。ありがとうございます。